第10章。さて、カイザリアにコルネリオという名の人がいた。イタリア隊と呼ばれた部隊の百卒長で、信心深く家族一同と共に神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈りをしていた。ある日の午後3時ごろ、神の使いが彼のところに来て、コルネリオよと呼ぶのを幻でははっきり見た。彼は御使いを見つめていたが恐ろしくなって、主よ、何でございますかと言った。すると御使いが言った。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられている。ついては今、ヨッパに人をやってペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。この人は海辺に家を持つ川なめしシモンという者の客となっている。このお告げをした御使いが立ち去った後、コルネリオはしもべ二人と部下の中で信心深い兵卒一人とを呼び、一切のことを説明して聞かせ、ヨッパへ送り出した。翌日、この三人が旅を続けて町の近くに来た頃、ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は何のことだろうかと一人思案に暮れていると、ちょうどその時コルネリオから送られた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという方がこちらにお泊まりではございませんかと尋ねた。ペテロはなおも幻について思い巡らしていると御霊が言った。ご覧なさい、三人の人たちがあなたを訪ねてきている。さあ、立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのである。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って言った。私がお尋ねのペテロです。どんな御用でおいでになったのですか。彼らは答えた。正しい人で神を敬い、ユダヤの全国民に好感を持たれている百卒長コルネリオがあなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる御使いから受けましたので参りました。そこでペテロは彼らを迎えて泊まらせた。翌日ペテロは立って彼らと連れ立って出発した。ヨッパの兄弟たち数人も一緒に行った。その次の日に一行はカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていた。ペテロがいよいよ到着すると、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝した。するとペテロは彼を引き起こして言った。お立ちなさい。私も同じ人間です。それから共に話しながら部屋に入っていくと、そこにはすでに大勢の人が集まっていた。ペテロは彼らに言った。あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり出入りしたりすることは禁じられています。ところが、神はどんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。お招きに預かったとき、少しもためらわずに参ったのはそのためなのです。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのですか。これに対してコルネリオが答えた。4日前、ちょうどこの時刻に私が自宅の午後3時の祈りをしていますと、突然輝いた衣を着た人が前に立って申しました。コルネリオよ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の御前に覚えられている。そこで、ヨッパに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は釜なめしシモンの海沿いの家に泊まっている。それで早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは、主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前にまかり出ているのです。そこでペテロは口を開いて言った。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者は
どの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。あなた方は神がすべてのものの主なるイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えて、イスラエルの子らにお送りくださった御言葉をご存知でしょう。それはヨハネがバプテスマを説いた後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に広まった福音を述べたものです。神はナザレのイエスに聖霊と力等を注がれました。このイエスは神が共におられるので、良い働きをしながら、また悪魔に押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。私たちはイエスがこうしてユダヤ人の地やエルサレムでなさったすべてのことの証人であります。人々はこのイエスを木にかけて殺したのです。しかし神はイエスを3日目によみがえらせ、全部の人々にではなかったが、私たち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れるようにしてくださいました。私たちはイエスが死者の中から復活された後、共に飲食しました。それからイエスご自身が聖者と死者との審判者として、神に定められた方であることを人々に述べ伝え、また証しするようにと神は私たちにお命じになったのです。預言者たちも皆イエスを信じる者はことごとくその名によって罪の許しが受けられると証しをしています。ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロについてきた人たちは、異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いた。それは彼らが異言を語って神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペテロが言い出した。この人たちが私たちと同じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプタスマを授けるのを誰が拒みえようか。こう言ってペテロはその人々に命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って、なお数日の間滞在してもらった。